トリビアの泉は生きていく上で必要な知識をお教えします。最初のトリビアはこちら。犬にチョコをあげると死ぬ。実際にあげてみた。じゃあね、この言うことを聞いた方にね、このご褒美でチョコをあげたいと思います。お座り、お座り、お手、お手。ああ、写真がね。じゃあチョコあげましょう。はい、はい、はい、どうぞ。死んだ。チョコあげたら死ぬんだ。え、今度さ、隣の家の犬うるさいからさ、チョコあげてみようぜ。いいねそれ。ガスガスガス。続いてのトリビアはこちら。ピカチュウは焼いて食べると美味しい。ゴース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 。今回はポケモントレーナーのサトシさんにご協力いただきます。ポケモンゲットだぜ。早速焼いてくぜ。いけピカチュウ。ピカチュウ、ピカ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 ピ。実際に食べてみた。口の中に電流が走って香ばしくて美味しいぜ。ゴース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 。今度俺もピカチュウ見つけて焼いて食べてみよう。ゴースゴース。続いてのトリビアはこちら。教頭先生は必ずズボンのチャックが開いている。ゴースゴースゴース。実際に会いに行ってみた。君は何回言ったらわかるんだね。その制服の第一ボタン開けて、着こなし方がなってないよ。もうそこ君の欠点だよ。どにも服をちゃんと着れない。すいません教頭先生、ズボンのチャック開いてます。これが私の欠点だ。開いていた。校長先生に聞いてみた。教育者として失格です。女子生徒もいる中でズボンのチャックが開いているなんて言語道断です。校長としてしっかり指導しておきます。校長先生も開いていた。ゴース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 。続いてのトリビアはこちら。水着を着てスキーをすると上手くなる。嘘だねこれ。ゴースゴースゴース。実際に着てみた。うまくなった。あんな恥ずかしい格好してうまくなっても全然かっこよくねえよ。